ラマナイのピラミッドラマナイは、マヤ語で、海面下のワニという意味を持ち、ベリーズのオレンジワーク群のニューリバー川沿いにある、先古天気候期から5個天気の遺跡である。1970年代と1980年代に、カナダの王立オンタリオ博物館のデイビッド・ペンダーガストによって、発掘調査が行われた。最もよく知られている、建造物は建造物。 N10 から43で 100BC 頃には2段の階段上気段の上にあや小さめに4段の階段上気段が乗るピラミッド神殿にこの建物が囲んでいる広場の床面から33メートルに及ぶ建物であった。そしてこの時期では独特なマヤの神々の4メートルに及ぶ漆喰彫刻の顔が建造物下部の階段の両脇を飾っていた。 この建物は引き続き古典気でも使用され、千古典気後期の建物の上に古典気の建物を覆うようにして築いている。グアテマラ北部のペテンテイチなど中部地域でマヤの諸都市が放棄されても人口の減少が起こらず繁栄を続けた。五古典気のプトゥン人のホンジュラス西部のモタグア川の川口からユカタン半島を周回し、タバスコ州へ抜ける交易路に近かったこと。 カカオ豆の産地だったことなどから衰退せずに済んだのかもしれない。マヤパンなど、ユカタン半島のご古天気の遺跡で航路が発見されている。ありがとうございます。